どうも、ラムチンでーす。メガテン5やっていきまーす。よろしくお願いします。さあ、今日は、マサカドに挑戦しようと思います。難易度ですけども、創生のハードですね。創生ハードで挑戦してみようと思います。初めてですね。どれぐらい強いんでしょうか。パーティーですけども、これでいきます。サタンです。スキルは、おもろい視線、方向。ギガプレロマに会心先進。で、残りを吸収にしてます。体勢を完璧にしてますね。そして、マサカドですね。スキルは、おぼろ一戦にギガプレロマ、プレロマ、会心先進の残りを吸収ですね。マサカドも、まあ、物理以外は完璧な体勢をしてます。そして、ベルゼブブです。ベルゼブブは、これですね。使用の層列にランダマイザー、プレロマを2つに、延長強化を大。そして、残りの3つを、無効吸収を入れております。で、主人公ですね。主人公はこんな感じです。村雲、混沌の断り、カンナビの守り、さよぎの舞。で、プレロマ2つに、マスクの不屈。こんな感じです。はい。で、ベルゼブブで、デバフを入れた後に、この花咲夜に変えていくっていう感じですね。さあ、どれぐらい強いんでしょうか。行ってみましょう。さあ、ノーマルで行った時は、創生ノーマルね。ま、全然大したことなかったんですよ。さすがに、強いでしょ。さすがにね。おー、まあ、でもまあまあ、ダメージは、それなりに入るかな。あ、HP 高っけ?HP 高っけ?でもまあ、全然いけなくはない。うん。いけるレベルではある。で、重要なのは多分これなのよね。混沌の断り。これ間違いない。こういう強力なボスには、もうほんとね、混沌の断りがめちゃくちゃ刺さる。まだ方向入れとこ、一応方向入れときます。で、オーボルティーね。で、持って、チェンジのこの花咲くや。完璧で、3つか。はい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 、全然効かん。で、方向は3ターンですもんね。 OK で、おぼろ、おぼろ一戦強いよね。うん、確実に会心が出るっていうのがいい。やっぱ敵のね、レベルが高くなってくると刹那で会心が出ないことが多くなるんですよね。なんで、ちょっとおぼろ一戦に最近は変更しちゃいました、うん、そっちの方がなんか安定するんですよね。ダメージとしては刹那の方が上なんだけども、クリティカルが出てしまえばね。でもこっちの方が、まあ、安定して戦えるかなということで使っております。よっしゃ、 OK。 で、持ってゴミしちゃえ。多分ね、ダメージカット入れなくてもカタンがなんとかしてくれる。あ、いや、2しか食らわん。これもう押せ押せでいっていいよ。ああ、これ押せ押せでいって大丈夫。はい、まで、うわ、強い。やっぱね、マサカドはね、強い。これが入ると、うん、バフが入ったマサカドはマジで強い。 OK。 マガツキ貯めた時の攻撃がどれぐらい効くかだよね、うん、おっしゃ、半分いきました。MP 回復に努めましょう。一応ダメージカットを入れておきます。 30% カットです。
あのね、弱すぎる。これちょっと弱すぎない？本当に敵が弱すぎる。もうあれだね、もうエンドコンテンツのバーチャルトレーナーのレベル999、あれじゃないとちょっと弱いんだな敵が。なるほど、創生のハードって結構難しいかなと思いきや、いや全然なんてことない。まあまあステータスをねこんだけ上げてるからこそなんですけども、いやー創生ハードは相当難しいと思いきや大したことない。いやこれ結構がっかりなんですけども、終わりかな。いやまだか、終わりです。はい、ということで今日は創生ハードのまさかどでした。ステータスをいじってると弱かったな。うん、体力999だとダメージ受けません。全く受けない。はい、やっぱりこのステータスで楽しめるのはバーチャルトレーナーのレベル999ぐらいなんでしょうかね。はい、まあ、次はねそういう感じでやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。